構構えがいいですね。あちらのまたないことです。ローグにちょっとあったね。今回8回目になりまして、で今回は参加の表明の段階で60名ぐらいの方々 で今日連絡がなく来られている方もいらっしゃるので、70名近く来られているのかなと思います。共謀罪法案を強行的に通したっていうような流れの中で、公明党の変説っていうかですね、注目をされている中で、メディアの皆さんも興味を持たれて来られているのかなというふうには思います。ね、これを書かれたお気持ちというのはどんな気持ちだったでしょうか。はい、やはり今学会が一番失われている、今状況、まさにここにあると思うんですよね。まさに沈黙、上位下達のこの組織の中で一人一人が確立した自分を持たない、まさに自分で問いかけて自分で考え、そして自分が行動するという、その精神が全く失われている。まさにキング牧師が問いかけたこの非暴力、ガンジーから受け渡されたこの精神は学会にもあったはずなんですね。牧口先生はじめとしたそれが全く失われている。あ、今日何回目ですか。サイレントアピールに来るのは初めてです。初めてですか。はい。このきっかけというのは何だったんですか。きっかけはもう何年も前からこの公明党のこうちょっと行方がどうかなっていうのを思ってまして、私創価大学出身なので、現役時代にちょうど U 字法制のどうなんだろうっていう勉強を学内で先輩が開いてくれたりして、その時ぐらいから青年は心して政治を監視せよっていう言葉をこう胸にずっと友人に支援するにしても、こうしっかりとその中身、公明党どうかなっていうのを見た上で支援をしてきたつもりなんですけど、やっぱりちょっと方向性がおかしいなって思ってきて。いつ頃からそういうふうにこう大きく思い出されましたか。大きく思ったのは、先ほどもおっしゃってたんですけど、震災以降、震災の後の、公明党だとか創価学会の方向性というかが、原発なんていうものをこう一番なんか生命の尊厳をやっぱり一番大切にしているので、揺るがすようなものをこう放置というかしているのはどうなのかなって思いながら進んできて、でそこでまた安保法制で、あとはその安保法制に反対っていう天野さんの署名活動で、その時はね、あんまり私もその仕事とかも忙しくて参加できなかったんですけど、それを受け取らないっていう、何日も、ね、何日も何日も来られてるのに受け取らないっていうのは何でだろうと思って、公明党本部が、はい、そこはたとえちょっと違うなって思ってても受け取って、やっぱり今まで、ね、党員されてたりだとか、一緒にやってきた同士の声を聞くのが、私たちがこう池田先生に教えていただいてきたことじゃないのかなって思って、もうそこをですね。何回目でしょうか。私ね、初めてなんです。初めて、はい、京都から。はい、そうです。ということは当然こういう取り組みはやってるのはここだけですよね。はい、創価学会に対してこういう物申すという取り組みをやってるのはここだけですよね。全国でもね。そういう意味で京都から参加されたということですね。はい、そうです、そうです。
何か圧力とか大事、まだ。あ、私はね、もう安保の時に、はい、組織の方に、はい、宣言しました。はい、はい、反対。安保法制の時ですね。はい、はい、もう反対しますと。公明党はね、閣議決定に賛成したわけですからね。で、そで閣議決定の時にね、はい、おかしいなと思ったんです。うん。で、それで、その自分からちょっとずつ、自分なりに、うん、はい。でやっぱり絶対やと、うんうん、先生の思いと全然違うと、うんうん、いうのが分かって、で調べていく中で、うん、やっぱ出向部がやっぱおかしいっていうふうになったんです、うん、私の中で、うん、はい。まあ、公明党は安倍政権に対するとか自民党に対するブレーキ役だっていうふうに、それは嘘です、うん、はい、私もそう信じてたんですけども、はい、やっぱ安保ではっきり分かりました、うんうん、はい。ただその学会のない中ではですね、やっぱりその信じておられる方はたくさんおられると思いますし、あ、公明党、公明党に対してその辺はどうなんでしょうか。ね、私の周りは、とりあえず私が宣言して、はい、で地区ってあるんですね、一つの地区ね、はいはい、だいたい婦人部だけで30人から40人の、うん、でそこの、20名ぐらいのまとめる役をしてたんですけども、うん、私に関わらないようにいう感じでなってるみたいなんですよ。そうしてるんですか。みたいですね。そう言われたんです。あなたやし大丈夫や思ってるって言って。でも私はそれは思ってなかったんです。うん、こっちから挨拶していくし、で向こうもちゃんと挨拶してくれるからね。うんうんうん、でもそんな風に捉えてなかったんですけども、やっぱりなんか、そういうふうなことを言われてるのかどうなってるのかね、ちょっと分かんないんですけども、うん、なんかそういうことをお話聞くとなんか、まあ、こう言っちゃちょっとあれですけど戦時中みたいな、あ、そんな感じしますね、うんうん、でも一緒にやっぱりねやってきたメンバーですので、はいはい、うん、で皆さん、ね、人がええんです、お人よしなんですよ。優しい方多いですね。そうです。ほんで自分の思いをはっきり言わない方が多いので、でもね昔はね何でも言えたんです。はい、うん、で言わさせてくださいました、先生がお元気な頃は、